高いですね、うん、なんでもない500円ですね。1本500円。この間まで300円だったのに上がってる。そうそう、なんでもない心拍、なんでもない心拍です。おはようございます。はい、おはようございます。心拍のシャリミキの作り方なんですけど、まあ、最近動画でよくね出てるんですけど、本当に本当の作り方っていうのを紹介しようというふうに思います。はい、ミキにシャリを入れるシャリミキの作り方。はい、この間動画とかを見てたら、彫刻刀を使って、斜めに強制的にねじったシャリを入れるっていう人いたんですけど、はいはいはい、いましたね。あれ危ないですからね。あれはね結構危険なんで、はいはい、本当は川崎先生言われるように、こう水筋に沿って、スーッとこうシャリを向いていくというのが正解で、はい、でただまあ普通の木はだいたいこう水筋ってまっすぐなってるんで、やっぱりまっすぐ上に上がっちゃうということで、鑑賞価値がまああまり上がらないよということで、じゃあねじったシャリミキをどうやって作ったらいいのという、まあ安全に作る方法ということで、今日はやりたいというふうに思うんですけど。ということは曲げる、曲げる、ね、結論から言うと2年構想でやるんですけど、1年目は今なんですけど、1年目でまず曲げる、はい、ねじると、はい、1年目でねじっといて来年、シャリを向くと、はい、そうすると水筋に沿ってねじれながら向いていけるというと安全で、なおかつ、まあ、きれいにですねできるんで、はい、であとは、水水をやっちゃうと今度幹模様っていうのはなかなか硬くなってできなくなっちゃうんで、はい、今日は、幹模様の形付けまで針金製紙で幹をねじりながら、形を作っていくよというところをやっていきたいと思いますんで、はい、ちょっとね、仕入れてきた何本か本当に安い苗木なんですよね。今日はとりあえず皆さん分かりやすいように文人風にちょっと作ってみようと思います。はい、まずねどれでもいいんですけど、まずねいらない枝を剪定します。ラフィアを巻くんですけど、本来これぐらいの太さだとラフィアいらないんですけど、ねじれた感じを皆さんに表現するのに最初こう彫刻刀でまっすぐ白く描いて、でねじっていこうかなと思ったんですけど、多分やってるチョークですね。あ、チョークじゃない、ごめんなさい、チョークちょっとごめんなさい、朝早いんでチョークで、真っ白こう入れて、はい、ねじっていこうかなと思ったんですけど、手で、逃げてるうちに取れちゃうと思ったんで、一応ラフィアを全部巻いてですね、でマジックでですね、線を入れてねじってる様子を見ていこうと。なるほど。であと曲げ方もですね、いろいろとお話をしておきたいこともあるんで、はい、そのねじり方もちょっと説明したいなと。巻いていくうちに折れたりなんかする場合もありますから、まあ、これは明らかにいらないなというような枝を抜いていきます。こういう枝とかですね、これのやつはいらないんで、まあ、これ1本取っといたらこれのやつはいらなくなっちゃうということで、はい、ものはどんどん取っていっちゃうと。まあ、あれですかね、最近キミコさんが挙げてた、ええ、昼間さんっぽい木を作るっていうことにもなるんですかね。そうですね、うん、私がまさしく欲しい木をちょっと自分でも作りたいんで、なるほど、それでちょっと何本か仕入れてきたんですけど、もう取っちゃおうかな、はい、最初の本当素材、ええ、安い素材、そうですね、ところからでも、はい、作れるということですね。そうそう、そうなんですよね。で素材もですね、実は先々週と仕入れたんですけど、はい、まあこれ動画を正直言って撮ろうと思って、探してたんですけど、これよりもうちょっと太い木でシャリが入った木があったんですよ。スーッとまっすぐで、シャリが入った木っていうのはもうそこが乾いて硬くなって曲げられなくなっちゃうんで、うん、私は買うのをやめたと。その人は売るためには例えば500円の木がここにシャリまっすぐ入れることによって1000円か2000円になるかもしれないんだけど、はいはい、そこから成長しない、なるほど、曲げはないんで、だからこれを例えば先ほど言った、曲げといて1年間ねじっといてシャリミキ入れれば5000円にも1万円にもなる可能性があると。なるほど。なんか1万円9000円とかいっぱいあったんで、後でね、そうですね、見てみて。で結構こう生産の人とかだと、シャリ入れて出すみたいなのが、あ、そうそうそう、だから売る、ね、そうなんですよ、売るためにはシャリを入れると値段が上がるんですけど、だけどこの東樹園の生徒さんとかだと、ええ、シャリ入ってると買わなかったりするんですよね。そういうことなんですよね。やってる人たちは、うん、そういう場合も、そう、あ、これシャリ入ってるって一見よく見えるんで、そうそうそう、値段がつけられるからそういうふうにするんですけど、シャリ入ってなきゃ欲しいんだけどなってよく聞きますよね。そうそうそう、あ、それなんですよね、うん、
これはねちょっと悩むところなんですけど、やっぱり太い方を残した方がいいんでこっちを切りますね、はい、なるほど、はい、はい、ラフィアですね。ラフィアは6本、水に濡らして、うん、あのね朝からお湯につけときました、はい、お湯につけとくと早いですね。冬場は寒いん で端っこ揃えて、でこれでぐーっと上まで巻いていきます、はい、で、巻いていきますと、まあ、こんな風に出来上がると。早くないですか。ちょっと巻きましょうよ。料理番組ちょっと巻きましょう。これが言いたいがために言いたいがためにこれちょっと早く巻いておきました。ちょっと早かったな。そうですね、ちょっとやりますね。これは後で別のまた形も作りたいんで、うん、最初はあの縛ってもいいですし、ぐるっと一周巻いちゃえばもう止まるんで、本当にこんなね素材の木が5000円1万円になると思うとね。そうですよね、うん、だから多分あれが9000円ぐらいだったと思うんだけど、曲がねもうシャリが入ってねじれてるんですよね。だからただ幹がああなっちゃうと模様がなかなかつけづらくなってきちゃうんで、最初のうちにやっとくということです。これねこうやってこうギュ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 引っ張りながら、はい、あの巻き合いっていう話じゃなくって、やっぱり皮が芯から離れないようにするんで、うん、もう一回一回こうギュッと絞り込んできつく巻くってことですね。動画としてはあれですね、2年で価値を10倍にする。10倍どころか30倍いっちゃうんじゃないですか。1万5000円、あ、そうか、500円か。これ500円がこれまで300円だったんですけど、500円だったんで500円が1万5000円には多分うまくすりゃなると思いますよね。2年ではなんないな、3年でかな。さらに夢ありますよね。でもね、うん、ありますよね。そうそう、だから先ほど言ったようにシャリがもう入ってると、まっすぐのシャリが入ってるともう価値それ以上上がらないんで、そこはねちょっと注意した方がっていうと、あ、それでちょっと言い忘れましたけど、針金を右回転にやるのでラフィアも右で、あ、なるほど、ええ、それは大事な話でしたね、ごめんなさい。針金と同じ角度で巻いていく、巻いていくってことですね、うん、そうじゃないと緩んじゃうん で、はい、で右回転左回転はどちらでもいいんですけど、はい、なんとなく右利きの人は右回転時計回りがやりやすいかなって、うん、はい、濡れたラフィアにマッキーがつかなかったら笑っちゃいますよね。それがありますね。この辺はあとはもうギュッと、はい、縛って書いていきましょうか。この中で1周回るかな。まずうまくつくかどうか、あー大丈夫かな、うん、考えたんですよ。これどうやったら分かりやすいかなと思って。だからあの普段私がやってる方法ではないんですけど、はい、あの皆さんには分かりやすくという意味で、でこれ直接金箔にマジック書いちゃうとやっぱシンナーがね吸い込んじゃうとかわいそうなんで、そういう意味で巻いてるんで、本来はこんなあの細いやつだったらラフィアは無理巻かなくてもいけますよって。でも巻いといたが安全、安全は安全ですね。針金がね2つ用意したんですけど、ちょっと取ってくるやつ昔大量に買ってきたんだけど、ちょっと細いかな。アルミ線ですね。小箔はあの銅線でって言うんですけど、我々ずっとそって教わってきたんですけど、こういうね曲付けするときって思わぬところで厳しい曲げをしたりとかいうときはやっぱりアルミ線の方がやりやすいんで、アルミ線で、はい、位置的にはこの辺でやっぱり一曲つけたいなっていうことを考えて逆算するとこの辺に刺しといて、はい、刺しといて、でこの辺で一曲ですね。とりあえずあとは少し曲がもしゆっすらついてたらできるだけ外側に巻いてあげた方が、はい、その後がやりやすいっていうことにはなりますね。上までかけたいんで少し、はい、ちょっともうわずか細いやつをちょっとかけるようにします。わかりました、はい、本来はこうやってよく私添えるって言い方しちゃうんですけど、はい、添えてやった方が綺麗に見えるんですけど、うんうん、我々しつけをするのであえてこういう間に、はいはい、出ないとこういうところは曲がるんですけど、うん、ここ曲げた時に割れるわけですね、はい、そういうことを募集するために見た目ではなくて、今回曲げるよっていう作業を重視してあえて間に入れるようにします、はい、こういうところですね、うんうん、はい、そうすると自由に曲げやすいし折れづらいと。これは多分当時園の先生にたくさん私教わってきたんですけど、はい、何やってんだってこれは
こういうやり方ですね、銅線でそうやってやるっていうのは本来のやり方なんですけど、はい、ちょっと私なりにはそういうやり方を変えてこの方がいいですよっていうのは、うんうん、まあ動画を見てる初心者の方とかね、3年目5年目の方ってたくさんいらっしゃるんで、はいはいはい、そういう方にはこういうやり方をお勧めすると。なるほど。業者の方とかはね、見栄えも必要なんで、うん、綺麗な針金掛けをするんですけど、ぐらいで、わ、さあ、それで、そうだ、巻き方のお話ですね。1年前の11月ぐらいにお話ししたんですけど、一つはやっぱりこの枝を最終的に枝として使ってきますんで、はい、こういう枝のあるところが外に出るように曲げると、なるほど、はい、これが内側にならないようにですね、はいはい、枝があるところを外になるように、ここはこういうふうに曲げたいわけですね意識して曲げていくよっていうのが一つ。それと右左っていくと蛇作りって言い方するんですけど、はいはい、これ言うとね、サツキやってる人に怒られちゃうんですけど、昔はサツキってそうやって作ったんで、はいはい、サツキ作りって言い方もするんですけど、はいはい、まああえてちょっとそこは蛇作りっていうふうに言いますけど、はい、こう右左だけじゃなくて、うん、右行って左行ったらもう一回左行くとか、うん、で右行ったらまた右行くとかってやっていくと、こういう蛇みたいな形にはならないというのが2点目ですね。3つ目は曲げるピッチを変えていくんですね、はいはい、長いところで曲げたら短いところで曲げて、うんうん、また、短くして長くするとかいう曲げるピッチも変えていくといいよという3つ目ですね。それから4つ目は、左右やったらね、前後も欲しいんですね、うん、左右になるとね、横から見るとこうべったまっすぐになっちゃうんですよね、はい、なんでぐるぐるっと回した時に最後、ああねじれてるねって、分かるように、前後左右の変化あるねってなるように、はい、やっていくと。5つ目が、厳しい曲がりがどっかでやっぱり何箇所かあった方が面白い、うん、必ずしも天神だけじゃなくて、天神というか上で曲げるだけじゃなくて、下の方でもカクンって曲がったりとか、はい、あとシャリ引きなんかこう作る時なんかはやっぱり厳しい曲があった方がいいんで、うんうん、何箇所か厳しい曲があると面白いねと、はい、いうのを意識して曲げていくと。これ結構難しいんですね。なるほど。ある程度形ができてると、まあ、そこがある意味の制約になるんで、こうするしかないってなるんだけど、うん、こういうまっすぐな木だともう自分の感性がそのまま出ちゃうんで、非常にちょっとやりづらいところあるんですけど、まあちょっとそんな感じでやっていきたいと思います。分かりました、はい、文人であっても足元の一曲ってあった方がいいんで、やっぱりここら辺でちょっとねじりながらですね、はい、曲げていくよってことですね。目的はこうねじるって話ですからね、はい、ねじりながら曲付けをするよということをいっぺんにやっていくところで、ここら辺でギュッとねじっていくんで、ここを一旦こうですね、ここでね、一回こういう曲を作るとねじりやすくなります、ね、曲げてからねじるって感じ、曲げながら、ねじりながら、ねじりながら曲げる。なるほど。ねじりながら曲げるですね。で、ここら辺でなんかグッと立てたい感じがあるんで、ここら辺を起点にグッと。で、これやってて足んなかったら針金追加すればいいんで、はい、もう一回ここら辺ですね。ここら辺枝があるんで、ここら辺曲げますかね。少しねじれてるかな。そろそろ。もう一本かけてもいいかもしれないな、これな。ここ曲げますね、はい、とりあえずちょっと一回、ね、先一回ねじっちゃいましょうか、ぐるっと。で、これは少しこちら側へ行って、そうですね、こんな風にやり方もありますね、うん、これ行っちゃうとねじれてるかどうかわかんないわけですね、もうね。そうですね。ここさっきちょっとあれですね、余ったやつがあるからもう一回下の方だけかけますね、うん、もう一本。やっぱりね、ちょっとアルミ線だから弱いんで、はい、ここら辺にちょっと1本かけていきます。これラファイア巻いておくと、ええ、やっぱこう針金の食い込みも緩和される。あ、そうですね、おっしゃる通りですね、ええ、それは全然違いますね。まあ多少食い込んで襲ってはいくんですけど、はいはい、でも後々やっぱり残りますんでね、うん、気にならないといっても、まあ、ない方がいいということですよね。なるほど。はい、ねじって、ここはちょっと長いですね、うん、ここはこれに曲げるか。まあ文人だからそんなにきつい曲がなくてもいいんですけど、はい、まああった方が面白いということですね。この辺でちょっときついやつを1個
く入れていきましょうか。ぎゅっと、はい、もよぎを作りたくなっちゃいますね。これは文人ってなると少しちょっと枝がね、そうですね、多すぎますね。そうですね、まあ、枯れる枝があるんで、あー、ここですね、はいはい、ここから入っていって、ここにありますね、ここにありますよね。で、このこっちか、ここか、ここに今ここにあって、ここね、うん、で、ぐるっと行ってここら辺に来たここに来た、ここに来た、ここですね、はい、でこれで一応一周ですよね。ここからさ、ここで、ね、ですからね、ここで一周したよって、ねじれたよって話ですね。少しじゃあ、ここら辺がだらーっとなっちゃってるんで、一回、あ、こういうのあれですね、これを使うと非常にやりやすいです。この辺はちょっと一極厳しいのをぐーっと、内に入った枝は使えないんで最初は残しておくんですけどね、あの幹曲げした後でこういう内側の枝を切っていくということですね。お腹側ってことですね。そうですね、お腹側ですね、うん、で切っちゃうですね。ここですね、ポイントね、やっぱね、ここが目立ちますね。そうそうそう、うん、そこら辺一つは正面、ここら辺は面白いと思うんですね。そうですね、私の顔後ろじゃない方がいいか、このぐらいかなですよね。やっぱりこういう先ほど言ったちょっときついとこあったりね、はいはい、こう緩いのがあってきついのがあるとか、あと一周回してみると多分あの扁平じゃないと思うんですよね、うんうんうん、前後左右って。なるほど、だここもさっき言った左行くんですけど、こう右に曲げたらもう一回右行くっていう、うんうん、そういう感じですよね。でこういう長いピッチがあったり短いピッチがあったりですね、前後左右で、この辺のやっぱりあのキュッキュッっていうところも面白いですよね、うんうん、あとは、肝心の一周曲がりましたかっていう話ですよね、はい、ここからスタートして、でこっから一旦、あ、そう、ここまず裏行ってみますね、はいはい、ここ見えますかね、はい、裏行って行って、こちら、あ、ここ見えますね、正面側に、うん、ここで一周ですね、うん、一周、ここで一周しましたね。ここでぐるっと回ってきて後ろ来て前に来て、はい、でここから多分後ろ行ってるんで1周半ぐらいは待ってるかなって、うんうんうん、はい、ちょっとここ消えちゃってますけどね。あれ、これどこ行ったんだろう、あですかね、あ、これにありましたね、これ辺に。あ、そうするとこれで2周になるのかな、ちょうど2周ぐらいですかね、っていう感じで、まあ、針金の、見た目は良くないんですけど、なんかこれの面白さもありますよね、うんうん、感じのものができましたと。肝心なんでもうちょっとあの曲がもう少し緩やかになっても構わないんで、はい、一旦ここまで曲つけとけば、うん、あとはもう別に伸ばしてもいいし畳んでもいいし、なるほど、ということになるんで、これで来年また、うんうん、はい、皮むくよということで、本当に本当のシャリミキの作り方というところで、はあ、ね、ちょっとごめんなさい、正面工法2つ、1つはね、私ここ面白いな、ここ、はいはい、はい、いいですね、ね、うん、なんか、あの、ここら辺の変化は面白い、ここは1つ正面だし、うん、ここもいいな、反対側の、あ、なるほど、うん、ここもなかなか、こっちの方がね、うん、曲がってるところ、厳しく曲げてるところが、うん、ですね、強調される感じしますね、足元のこういう前っていうか斜めにね、うんうん、行ってるんで、これ辺の方がまた面白いかもしれないですね。なるほど、ということで、いや確かに3年、うん、ここから枝が作っていって、うんうん、って感じで3年 です、ね、30倍とはいかなくても、そうですね、どうだろうな、500円で買ったんですよね、これ。そうそうそう、だから9000円の見てみましょうか。ありますよね、あっちに。ちょっと見ましょうか、ね、ちょっと行ってきましょうか。これ取っちゃうかな。あのちょっと枝切ってきましたけど、もうちょっと短く切って、うん、でこれは将来取っちゃうかもしれないですね、可能性もあるし、まあ、上はできるだけ伸ばして背が高くなればなるほどまだまだ模様ができて、あの細い木になってくるんで、まあ、将来この木がこれを抜けるかってことですね、ね、いうことですよね、うん、
でそっちの木が8000か9000円。8000か9000円ということですね。はい、ということなのでこの上を目指そうというですね。ということで、はい、3年後。3年後に東樹園フェスでその値段で置かれるということです。ですね、はい、はい、楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。はい。ますね、うん、本編では映されなかったドレスっぷりが、ドレスっぷりが出ます。いいな。こんだけやるなら巻いておいた方がいいですね。うん、そうですね。多分割れますよね。割れてますよね、あちこちね。足元もこうやって曲げたな。さっきのこれですよ。さっきの。なるほど。全然わからない。わからない。こっちも感じですね。どうなってんだろう。なんか曲がってんでしょうね、きっと。わかんないけど。こういうのがね、同じ風にぐる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 回っちゃ面白くないんですよね。そうですね。たまにありますよね。そう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 。もう単調にね、回っちゃうんで。完成。完成で。あと2つ。内側のは勝手に枯れてきそうですね。え、内側の、そうそう、そうですよね。ね、内側のやつは、そうそう、畑とかに植えたら面白そうですよね。そうなんですね、太らせると ね足元はね、やっぱどうしたって細かきができないから、食後のイチゴいただきます。はい、イチゴ Q さんからいただいたイチゴです。イチゴ、実家のイチゴです。いただきます。はい、これ食べると食レポになっちゃうからちょっと外行って。はい。